サシンが帰ってきた。皆さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はこちら、ディープクールのアサシン4になります。え、アサシン4ってあのアサシン？はい、約4年前に出たアサシン3の後継機、アサシン4が2023年9月1日に発売したので、今回はこちらをレビューしていきたいと思います。あれ？クーラー検証ってことはまさか。もちろん、インテルコア i9-13900K が冷やせるのか試していきます。やっぱり、もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。ではまずはディープクールのホームページから見ていきましょう。まず開いてみると、アサシン4洗練された外観と書かれています。確かに今までのアサシン3と比べるとかなりデザインが変わったという印象ですね。アサシン3のザ・クーラーって主張も良かったのにね。ここら辺は意見が分かれそうな気もしますね。続いて下に行くと、シンプルさの美しさと書かれています。今回のアサシン4はかなり見た目にこだわっている感じがしますね。見た目についてここまでホームページで強調してるのも珍しいわね。続いてこちらは静音モードとパフォーマンスモードについて書かれています。こちらのアサシン4はクーラー上に物理スイッチがあり、そこでパフォーマンスを切り替えられるみたいです。スイッチで切り替えられるのは便利ね。ケースの蓋を閉めなければ切り替えは簡単ですね。続いてこちらのページですが、アサシン4の背面ファンは取り外しが可能となっています。こちらのアサシン4ですが、かなり大きいものなので、マザーボードによっては電源回路に干渉する場合があるみたいです。そういった場合は背面のファンを取り外して使用したりもできるみたいです。でもせっかくなら背面ファンも取り付けて使用したいところですよね。続いてはファンモーターについてです。こちらのファンは低電圧と消費電力の3相6段ファンモーターでできているみたいです。保証は6年もついているみたいです。え、保証が6年もついているの？こちらクーラー全体に6年の保証がついているみたいです。6年はかなりすごいわね。続いては設計についてですね。アサシン4は7つのヒートパイプと2つのフィンアレイヒートシンクタワーで構成されているみたいです。ここら辺については後ほど実際に見てみましょう。は、え、なん？ここにシュラウドって名前が。あ、はいはい、あんたじゃないから。あとは付属品についても書かれていました。内容物についても後ほど見ていきましょう。あとはスペック表などが載っていました。この辺も後ほど詳しくやっていきます。そういや、このアサシン4っていくらで売っているの？こちらのアサシン4なんですが、9月1日発売日時点で Amazon で 16,180円で販売しておりました。16,000円なのね。結構いい金額するわね。価格コムの最安値でも 15,780円でした。発売日だからまだそこまで値下がりはしないわね。それもありますね。では実際に実物を見ていきましょう。シュラララ。それでは開封していきましょう。外箱は最近ディープクール御用達の環境に優しい段ボール設計のものとなっています。この段ボール設計のもの、確かに環境にいいんですが、簡易水冷とかだと中が破けたりする可能性もあるんですよね。なので外箱はこれでもいいので、簡易水冷の中身だけもうちょっと強度のあるものにしてもらいたいなぁと思ってたりします。あんたみたいに普通出し入れそんな何回もしないからよ。まあそれもありますね。それでは開けてみましょう。オープン。中にはしっかりと梱包材が入っていました。黒いところがクーラー本体、左側の茶色いのが付属品となっています。ではまずは付属品から見ていきましょう。まずこちらがドライバーになります。細長い L 字モデルとなっています。持ち手のところは滑り止め用のゴムが巻かれています。私が普段使っているドライバーなんですが、アサシン3に付属していたドライバーをよく使用しているんですよね。こちら右側がアサシン3、左側がアサシン4に付属しているドライバーになります。アサシン3に付属していたドライバーも先が長く、先に磁力があるのでネジを落としにくく回しやすいんですよね。あ、アサシン4に付属しているドライバーも磁力があるのでネジは落としにくかったです。こちらは付属のグリスになります。こちらはディープクールの DMQ というグリスみたいです。容量は 1.5g 入っているので何回かは使えそうですね。こちらはグリスクリーナーとヘラが入ってました。グリスをつけるとき、付け替えるときに便利ですね。続いてブラケット、ネジ類になります。こちらはインテル用のバックプレートです。材質は金属製でできています。かなり頑丈にできていますね。右側がインテル、左側が AMD 用のブラケットになります。こちらは AK シリーズなどのものと形に差はありませんでした。あとは取扱い説明書も入っていました。こちらはイラストが多めのものなので、初めての人でもこれを見ながらやればきちんと取り付けられそうです。そして最後の付属品がこちらになります。何これ？こちらは12センチファンを取り付けるためのアダプターになります。こんな感じで取り付けることができるみたいです。なるほど、最大3連ファンまでいけるのね。そんな感じです。
では続いてアサシン4本体を見ていきましょう。緩衝材が結構きっちり入っているので、引き抜こうと思っても抜けませんでした。なので、箱を横にして出してみました。緩衝材が結構分厚いわね。そうですね、今回のアサシン4の緩衝材は結構頑丈だなって印象はありました。では実物を見てみましょう。オープン。おお、黒いわね。ホームページに書かれているみたいにかなり綺麗な黒でできていますね。緩衝材も取り外してみました。かなり綺麗な四角形で今までの空冷クーラーに比べてスッキリした感じではあります。見た目は本当に綺麗ね。私の中での今までの空冷クーラーの概念がかなり変わった一台ではありますね。ではアサシン4のスペックを見ていきましょう。シュラララ。ではアサシン4のスペックのご紹介です。まず大きさですが、144×147×164mm となっています。重さに関しては公式ページには 1575g と表記されていましたが、実際に計測したところ、1395g でした。おそらくリテンションをつけずに測ったので、リテンションをつけると 1500g になるかもしれません。1500g ってさ、最近のノートパソコンぐらいあるわね。確かに。続いてファンですが、140mm のファンが2機搭載されています。さらにそのファンなのですが、ヒートシンクの真ん中と後ろに搭載されています。え、ヒートシンクの前にファンがないの？そうなんです。今までの空冷クーラーといえば、ヒートシンクの前側、メモリの上にファンが来るようなものが多かったのですが、今回のアサシン4は、真ん中と後ろ側にファンがある形となります。この新しい構造がどのぐらい CPU の冷却に関わるのか気になりますね。で、この真ん中のファンなのですが、取り外しはつまみをつまむだけで取り外しができるのですごく簡単にできるのですが、ケーブルが下から出ているので、こちらのケーブルを断線しないように気をつけてください。また後ほど取り付けの時にも言うのですが、私の指が太いのか、このケーブルがファンを取り付ける時にちょっと厄介でした。え、どういうこと？ファンを取り付ける際に、先にケーブルを通して、それからファンを取り付けないといけないのですが、この映像は空中なのでケーブルが下に垂れてくれるので楽なのですが、マザーボードに取り付けるとこのケーブル取り出しがちょっと大変でした。続いてヒートパイプですが、6mm 厚の7本となっております。上に見えているフィンは、マトリックスフィンデザインとなっており、最近のディープクールのクーラーに搭載されている特徴的な放熱フィンのカットになっています。さらにヒートシンクが前後で厚さが違っています。続いて CPU の設置面も見てみましょう。こちらは約 40×42mm の長方形となっていました。今までは CPU が正方形だったからこのベース部分も正方形が多かったですが、LGA1700 のような長方形の CPU に合わせてこのような形になったのかなと思います。せっかくなのでアサシン4とアサシン3を並べてみました。こう見ると今までの武骨感のある CPU クーラーとスタイリッシュなクーラーという印象の違いがありますね。個人的にはアサシンって武骨感のある方が好みなんですが、皆さんはどっちが好みですか？では実際に取り付けてみましょう。今回はインテルマザーボードに取り付けていくので、まずはこちらのバックプレートを取り付けます。バックプレートのピンが可動式となっているので、LGA1700 の場合は全て外側にします。マザーボードの穴にバックプレートを取り付けたらネジで固定していきます。こちらのネジは手で締められます。続いてリテンションプレートを取り付けていきます。インテルの場合は、CPU の上側と下側に取り付けていきます。リテンションプレートに穴が3つあるのですが、LGA1700 は真ん中の2番に入れていきます。そしたらその上からネジ止めしていきます。今回はせっかくなので、付属のドライバーを使って止めていきます。ここまで来たらグリスを塗布します。まずはマスキングテープを貼って。使うグリスは SMZ01R を使用します。今回、アサシン4の他に別のクーラーでも冷却テストを行ったのですが、すべて同じ塗り方で検証を行いました。一応同じようにグリスは塗ったのですが、細かい量などは多めに見てください。ということでグリスを塗ったら、クーラー本体を取り付けていきます。取り付け前に必ず接地面のシールを剥がすのを忘れずに。あんたもたまにやるわよね。たまにありますね。この検証をしている時もそのまま取り付けそうになったのは内緒です。ではこちらをマザーボードに取り付けていきます。リテンションのネジに合わせて乗せて、ネジで締めていきます。左右均等に締めていけば完成です。グリスの空気抜きと伸ばすためにグリグリも忘れずに。取り付け終わったら中のファンを取り付けていきます。ファンには風の向きが書いてあるので、それに合わせて取り付けていきます。先ほど言ったようにこちらのファンケーブルをまず中に入れます。このファンケーブルを入れるのが私は非常に下手でした。ケーブルを下まで入れて、ヒートシンクの隙間からケーブルを出して、その後ファンを入れるという工程になるのですが、自分の不器用さにがっかりしました。ということでケーブルが通ったのでファンを取り付けていきます。ファンの取り付けは上から押し込むだけでいいのですごい楽ですね。最後にカバーを取り付ければ完成となります。前のアサシン3みたいに両方のファンを外さないといけないわけじゃないからそれはいいわね。ですね、取り付け自体は、中のファンケーブルを除けは取り付けしやすかったですね。
ということで取り付けた感じはこんな感じになりました。でっか。そうですね、さすがアサシンと言わんばかりの存在感ですね。今回かなりスタイリッシュで黒ベースなクーラーなので、ピカピカパソコンよりも黒系のパソコンに似合いそうですね。確かにそういう方が似合いそうね。あとメモリ側にファンがないので、どんなメモリでも取り付け自体は問題なさそうですね。ただ、逆に電源回路側のヒートシンクが分厚すぎる場合は干渉するかもしれません。まあ最悪取り外すことも可能ですが。実際に動かしてみると、こちらのロゴが LED 点灯します。先ほどの静音モードとパフォーマンスモードでこの LED が点灯と消灯をするのですが、パフォーマンスモードでは点灯、スイッチで静音モードに切り替えると消灯、そんな感じで分けられます。この辺は逆に一目でどっちのモードがわかるかはいいですね。確かにこれはわかりやすいわね。では検証前に検証機のご紹介です。CPU はインテルコア i9-13900K、マザーボードは MSIMAGZ690 トマホーク Wi-Fi、メモリは G-Skill DDR5-5616GB×2枚、ストレージはサムスン NVMEM.21TB、電源は MSIMPGA850GF、ケースは長尾製作所オープンフレーム、OS は Windows 11 Pro で行いました。で、今回はアサシン4以外に、ディープクールの AK620 と、前世代のアサシン3との比較をしてみました。果たして i9-13900K を冷やすことができるのか、それでは行ってみましょう。シネベンチ R23? ということで CPU を冷やせるのか冷やせないのか、これが一番わかりやすいのでやってみました。もちろん電力設定は無制限で行いました。え、無制限って？ということで結果はこちら。まずはスコアから。アサシン4がマルチ 37,336 と 38,176、シングル 2,167、AK620 がマルチ 34,940 と 36,811、シングル 2,113、アサシン3がマルチ 35,179 と 38,081、シングル 2,144。スコアを見るとアサシン4がわずかに勝ったという結果になりました。確かにスコアは勝っているわね。でも、そう、温度ですよね。CPU 温度の結果も見てみましょう。はい、ということで全てのクーラーで100度に達してしまいました。さすがコア i9-13900K ね。ただ、アイドル時は AK620 よりもアサシンたちの方が冷えていたという結果になりました。続いてこちらは最大クロックですが、こちらはどのクーラーでも差がありませんでした。で、このままではあれなので、アサシン4のファン速度を 100% にして計測もやってみました。その結果はこちら。まずはスコアから、100% ファン状態でも PWM 制御でもそこまでスコアに差はありませんでした。で、温度の方はというと、はい、こちらもコア i9-13900K の大勝利となりました。いや大勝利じゃないわよ。ただファン速度 100% の時はアイドル時がさらに冷えて35度まで落ちました。ちなみにクロックもほとんど変わりませんでした。ということで今回はディープクールからの新商品アサシン4のレビューをしました。一応聞くけどあんた的にどうだった？インテル最強って感じですかね。まあそうよね。ちなみに無制限では無理でしたが、電力制限をかければ使えなくはないですが、個人的にはやはり電力無制限を冷やせる空冷クーラーが今後出てきてくれると嬉しいなと思いました。i9-13900K を空冷は無理な気がする。ということで本日はここまで。もしこの動画が少しでも面白かったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃんけん、ポン。またねー。